ラッセルブランドは、イギリスのコメディアン、俳優、司会者。長い黒髪が特徴。イングランドエセックスに生まれる。写真家の父親のもとに生まれるが、ラッセルが6ヶ月の時に両親が離婚。母親に引き取られ、母子家庭で孤独な少年時代を過ごした。学校で出演した寸劇で、面白さに目覚め、演劇の道を志すようになる。しかし、 演劇学校の門を叩くもマリーファナヘロイン中毒やアルコール中毒が原因で何度も破門にされる。その後コメディアンを目指すことを決意し、イギリスでコメディアンとして人気者になる。最近ではアメリカにもその人気は広がり、2008年に MTV ミュージックアワードの司会を務めた。この司会ぶりが好評を呼び、2009年も続投で司会に抜擢された。 コートニーラブと話し込む、ブランド14歳の時からベジタリアンであり、ザ・スミスとウエストハムユナイテッド FC の大ファンとしても知られる。ペットの猫にザ・スミスのボーカルであるモリッシーの名前を付けている。2009年9月より、アメリカの歌手ケイティ・ペリーとの交際が伝えられ、2010年1月に婚約を発表し、同年10月23日にインドで結婚したが、 2012年に離婚。ありがとうございます。